海と日本プロジェクト in 福井。7月2日三国サンセットビーチ。ライフセーバーの皆さんが10日の海開きに向けて遊泳ロープや看板のチェックをしている。3つで1、2、3、4、4、30人。ロープはもう去年の間に準備してあります。はい、はい。でこのロープは遊泳者の方が安全に遊べるように遊泳区域を設定するためのロープです。1997年にロシアタンカーナホトカ号の重油流出事故がありまして、日本中のライフセービングクラブのライフセーバーたちが重油回収のボランティアに駆けつけてくださったことと、その翌年花火大会の日に幼稚園児の死亡事故があったんですね。でそれでちゃんとしたクラブを立ち上げてガードをしなきゃってみんなが立ち上がりました。あとぐらいで。おー。それ以来三国サンセットビーチでは死亡事故は起きていないんです。日本財団が提唱する海の備えプロジェクトでは、今年1万人以上を対象にした水難事故に関する調査を実施。子どもの溺水事故数は7歳と14歳にピークがあり、7月8月に多い。そして水難事故の発生は14時に多いという結果が出た。そこで三国サンセットビーチでは事故を起こさないためにどのような対策を取っているのか伺いました。事前の注意喚起が一番大事だと思ってます。どのことを注意されてます？そうですね、ここではとにかく子どもだけで海に入らないように、大人が見てるだけじゃなくて一緒に海に入ってもらうように放送をかけてます。浮き輪をこう流された時に追っかけてしまって、それでやっぱちょっと力尽きて疲れたなってなると危ないので、一応このビーチではもう手から離れた浮き輪はとかはもう追いかけないようにお願いしてます。危ない人を早めに見つけて注意喚起することで水難事故が減ったそうです。三国ライフセービングクラブでは毎年自分の身は自分で守る方法をレクチャーするジュニアライフセービング教室を開催しています。今後は監視や浮き具を投げ込むなど災害用ドローンの導入、福井県立大学のライフセービングクラブと連携する予定です。三国サンセットビーチの安全に向けて一生懸命努力しておりますので、ぜひとも皆さん安全に楽しくサンセットビーチにお越しくださいませ。海と日本。Facebook、X、Instagram のチャンネル登録お願いします。